ここも抑えています。試合を増すごとに安定感が増してきたというこのゴールキーパーの阿部です。低いボールを合わせました。中に入れて高江からニアサイド合わせました。欲しかった先制点は町田です。前半の40分、ニアサイドで速いボールでしたが合わせていきました。マシンです。あの町田はこういうトリックをたくさん持ってるんですよね、これももしかしたらファーに狙ったんだと思うんですけども、こうグラウンダーの速いボールを入れて目先を変えて角度を変えて中に入れてっていうところですね。